はい、まあ、オープナーの第2弾ですけれども、まあ、これはベルジョンのナンバー5700っていうオープナーですね。まあ、このオープナーも結構皆さん使われてんじゃないでしょうか。まあ、非常に、大きいオープナーで使いやすいですよね。ここの機械時計の押さえはですね、まあ、2種類あるんですけれども、僕はこっちの方使ってますね。機械側押さえの方ですね。時計バンドのところはバンド止め外すのめんどくさいんで、こっちの方が多く使いますね。でこっちこの上の爪ですね、爪も何種類かあって、このオープナーで結構開けたりしてます。まあ非常にこれも丈夫でしっかりしたオープナーですね。バカでかいハンドル、そしてここのところの下のところにあるこの押さえですね。でこの爪、もちろんこの爪のところはここは外せてですね、他のオープナーを使うことも可能、ロレックスのオープナーに付け替えることも可能ですね。はい、これはベルジョンの5700ですね。 5700Z って書いてある、はい、5700です。これ昔買いました。今なんかこの偽物も結構出てるみたいですけど、これはまあ昔買ったやつなんで、これは本物の方ですね。ベルジョン5700オープナー、まあ、いろんなこう爪の形の違ったのに対応できます。まあ、ただしこれでも開かないやつありますけどね。個人的にはこの2つ爪じゃなくて3つ爪の形式にしてもらった方がオープナーはより確実に開くんじゃないかなと思いますけど、はい、こういうオープナーもあります。